はい、ただいま10月10日になります。時間はね、5時1分ですね。ですんで当然相場は動いてませんし、今回お話しするのは、10月の第1週をもとに第2週目の予測展開になっております。で、今回はですね、大きな事件がありました。それを踏まえて皆さんに動画共有します。こちらです。まずはね、週足を見ていただきたいんですが、ついにね、こういう風になりました。こちらにゾーンがあって、この力点は超えないだろうと思っていたんですけども、超えてしまいましたね。ここですね。で、下からぐーっとせり上がってきて、エリオット波動を作りながら突き破れずに一旦下に行って、もう一回突き破っていったということです。ここまで来ると高値が切り上がって、安値が切り上がってっていう形が明確になりますし、このエリオット波動っていうのがね、もともとあったわけですよ。こうまっすぐ進んで、あ、失礼しました。エリオット波動ね、まっすぐ進んで一旦落ちて、第3波を作って、もう一回落ちて、第5波を作って、で、調整波をここに形成するという形です。それが今度エリオット波動の頭を抜けましたんで、一度、二度目としてね。だからこれからぐんぐん上昇することが考えられるっていうのが、来週からの展望になっております。日足の方を見ていきましょう。スプリンクラーが映ってますね。日足も同じですね。こちらの方で下に下がるはずだったんですが、突き破って、ここも突き破って、ここまで来てるよってことですよね。まあ流れとしては上昇トレンドがあって、トレンド転換を起こして、まあ横ばいみたいになったんですけども、改めて上昇した時に前回高値を突き破ったってことですね。この上昇波動は大きいと思いますよ。はい、じゃあ次は4時間です。はい、4時間ですね。一旦破ってヘッド&ショルダーを私は疑ったんですけども、まあ下落は長く続かずに、どちらかというとダブルボトムを形成して上昇波動に乗ったと。で、ここまで来るとこちらのゾーン、これがね、レジサポ転換して、ここを足がかりに、ここから下の方には行きづらくなるというね、そういう風な流れでございます。上の方に行くばかりということなんで、バイで行けばこれからはだんだん取れるかなと。特にここに力点がありまして、ここを超えましたんでね、112円を割ることはちょっとしばらくないという風に考えられます。もちろん介入などファンダメンタルのことがありますんで、絶対ではありませんけども、テクニカル的にはもう112円はもう割らないと、113円の方向に向かっていくと考えてよろしいかと思います。思えばこの辺りからのね、大きな上昇波動でしたね。グイッと上がって、グイッと上がるみたいなね、大雑把に見るとこんな NG を書いてるかなってところです。で、最後に1時間を見てみます。1時間ね、はい、112円ですか。今回だから最大で40ピップスぐらい狙えたんですけど、私は20ピップスぐらいでもう撤退しましたんで、そこまで大きくはなってませんけども、まあ、初心者の方はおそらくね、ここを超えてからエントリーされて、111の965あたりからね、やっぱり20ピップスぐらいを取れているところなんではないかなと思いますけどね。まあ、少なくともこの黄色を超えなくなりましたんで、下の方に割りなくなりましたんで、割らなくなったんで、ここを超えた時点でエントリーするって方も多かったんじゃないですか。移動平均線は一方的に上昇を示してますからね。はい、ということなんで、10月の第2週目はですね、まあ上昇の方に向かっていくというふうに考えればいいんじゃないかなと思います。先週はね、随分苦難の道でしたんでね、後半やっと滑り込みでちょっと一種報いたかなってことでございます。この流れが2週目にも生きるように願ってるんですけども、さあどうなるでしょうか。肝心なのは、いつも自分の今までのこの仮説をね、覆す準備をしておくってことなんですよ。初志貫徹ってのは FX では美しいことでも何でもなくて、単なる頑固の石頭ってことになりますので、柔軟な思考で向かっていきましょう。それでは以上です。ありがとうございました。